2020年4月7日、ウェーバー桜学校です。で、本日は、緊急事態宣言が発令されました。これから1ヶ月、私たちは外出をできるだけ控えるということになりますので、まあ、その分、私はこの、ウェーバー桜学校、当初は春休みというか、3月の休業だけを想定してたんですが、まあ、これは休業期間中というか緊急事態宣言の間はずっとやり続けるつもりでありますので、これを機会に皆様が数学や理科に親しんでいただき、学校が開かれない分をここで、学ぶ機会の一つにしていただければと思っております。それでは、緊急事態宣言を受けて前に1回言いました、これをもう一回、皆様と共に共有したいと思います。これは私がこのコロナの取り組みの中でいろいろ、ある時思いついたんですけど、このコロナというのは数学的には567ですか、567です。この数字、まあ、私は数字にこだわる、ので、数字の意味合いを考えて素因数分解してみたんですね。そうすると9と9と7が素因数だと。まあ、9と、まあ、正確には 3の4乗×7なんですけど、素因数分解だと。まあ、でも9で2回割れることに気づきました。まあ、そこで思いついたのがこれです。コロナの数式。コロナ、苦労と苦闘で割り、この危機を乗り切れば、きっと、幸せの数字7となる。ラッキーセブンとなるということで、まあ、共に頑張っていきましょう。それでは本日の内容は、本日の内容に行く前に、これまでも1ヶ月ぐらい発信してきましたけど、まあ、この、まあ、学校の休校が伸びているということと、まあ、緊急事態宣言を受けて、まあ、より整備した形で発信したいと思っております。で、今後のウェーバー桜学校の方向性ということなんですが、まあ、これまでできるだけたくさんのスライドをお見せして説明してきたんですが、まあ、それよりは少ないスライドをじっくりと深めて説明していこうかなと思っております。それから数学と理科なんですが、実は英単語、その数学理科用語の英単語も併記します。で、というのはいつかまとめて解説したいと思うんですが、数学と理科の英単語というのは語源的にはギリシャ語由来、あるいはラテン語由来が多く、この、まあ、英単語を知っておくと実は英語の語彙が広がるんですね。まあ、数学理科の勉強自身にもなるとともに英語の語彙も広がるということで、それをフォローしようかと思っております。それともう一つは、今までも発信するだけだったんですが、Google にクラスルームを作りました。ウェーバー桜学校数学理科のクラスルームを作りました。で、そこに、まあ、発信した動画の関連問題とかも宿題で、発信しておりますので、まあ、意欲のある人はそれにぜひ取り組んでいただくと、この動画で発信したことの内容が、確認できると思います。それでは本日の内容は円のシリーズなんですね。で、円のシリーズをなぜやるかということなんですが、私自身が実は円という本を書いているんですね。この円という本を、書いておりまして、これ Amazon で買うことができますので、まあ、ぜひ、ご覧いただくと面白いと思います。で、あと、まあ、ついでにですけど、三角形という本と、それから図形の証明という数学系では3部作出しておりますので、これ Amazon で買いますから買ってみてください。で、せっかくこの円という本を書いているので、その円のことを深めていこうということでは、はっきり言ってこの本を、まあ、読んでいただければ一番いいんですが、この内容をどんどんと深く解説していこうかなと思っております。まあ、ちなみにこの本は、円周率と同じ 3.14 にちなんで314円、現、まあ、消費税がつきますけど、現、定価314円で売ってますので、まあ、よかったら買ってみてください。それでは、円とはということですが、まず円の定義ですね。で、これ実は画面の大きさをできるだけ、で、この私アクウスというやつでやってるんですね。この動画の発信はアクウスという、スマホでやってますけど、スマホその画面だからこう縦長なんですけど、その縦長の画面に合わせてこの
スライドも作るようにしております。まず円とはということなんですが、まあ、円の定義なんですが、平面においてある一点中心から、これ赤で書きましたね、ある一点中心から同じ距離にある点の集合体のことを円と言います。まあ当たり前ですけど定義ですから、まあ、大切ですので押さえておいてください。で、円のことをサークル、中心のことをセンターと言っております。円周を示すことが多いが、まあ円と言ったら普通数学的には円周を示すんですね。ただその内部も含めた、その円の内部も含めたものを円というふうに表現することがあります。例えば円の面積という場合にはこの内部も含めて円と言ってるんですね。さてその次、この発想なんですが、この点の集まりが集まると線になると、まあ、実は円を作るときにこの半径、まあこの長さと同じところにある点をこう集合させていくと、これをどんどんつなげていくとこう線になるんですね。で、点の集まりが線となるという発想が実は重要なんです。で、この、講座においては、数学を貫く発想ですね。で、これは小学生から、まあ、小学校の後半から、まあ、中高まで一貫した貫く発想があるんですけど、その発想をできるだけ伝えていこうかと思います。そうすれば実は学年を超えて共通の認識の話がいきますので、学年が違う子どもたちも一緒に学ぶことができるということです。で、点が集まると線となるという発想というのはもう当たり前なんですけど重要なんですね。これ実はこの、まあ、グラフというのがあるんですけど、 X が増えるとそれに応じて Y も増えるようなグラフがあると、例えば X が、まあ、例えばこれ消費税にしましょうか。 X が100円だったら、原価が100円だったら110円、 Y が110円、X が1000円だったら1100円と。で、まあ、お金だとマイナスの世界はないんですけど、こういうふうに具体的に数字が決まってるんです。で、その数字を例えば10円だったら11円とか全部こう点を打っていくんですね。で、この具体的なその点がありまして、まあ、10に対して11とかそういう点がありまして、それ全部つないだのが実はこのグラフなんですね。で、このグラフが中学の後半からこのグラフがよく出てくるんですが、このグラフの本来の意味というか、その背景にある意味は、この具体的な一つ一つの点が集まっているという発想をぜひしてほしいんですね、ということです。さて、それで実は点が集まれば線となるという発想を、じゃあ次にもう一次元高めるとどうなるでしょうか。点が集まれば線となる、じゃあ線が集まれば何になるでしょうか。線が集まれば何になるか、実は線が集まると面になるんですね。面になります。はい。で、線が集まると面になるという発想についても、まあぜひ数学的な発想として見ておいてほしいということです。ちょっとはみ出てるかな、こうか、こうですね。はい。線の集まりが面となるという発想です。で、これ例えば円錐というものがありますね。まあ、コーンと呼ぶんですけど、まあ、なんとかアイスクリームの下のやつ、三角、コーンって言いますね。で、母線、この実は円錐というのはここにこの中心の直上に点があって、その点と円周の一点を結ぶやつをぐるっとこれ回転させるんですね。で、回転させていくとこれがぐるっと円錐の側面になりまして、円錐ができます。で、この、円錐を作るこの斜めの線のことを母線と言ってます。これ中学の教科書にも載ってます。で、母線っていうのは日本語では母線なんですけど、英語だとマザーラインではなくて、実はジェネレーティングラインなんですね。生成曲線です。で、この方が、まあ直接的な表現で、つまりこれを動かすと図形が、立体が生成される曲線、まあ、生成されるということを生み出す母という意味で日本語では母線と訳しております。動かすと立体の側面ができると。まあ、円錐の頂点となる A を固定し、底面の円周上にある点 B を結ぶ線分 AB を底面の円周を、回転し移動させると円錐の側面となるということです。で、ちなみに実は数学に出てくる、英単語というのは結構短いなった。例えばコーンというのも
あのアイスクリームの下のあのあれですよ、よく、アイスクリームを夏に食べていくと舌をコーンにしますかそれとも箱にしますかみたいに聞かれますね。でコーンで、ただコーンというのはトウモロコシも、まあ、日本語でコーンと書きますけど、これちょっと綴りが違うので、コーンと塩水のコーンは違うということです。さて母船で、面ができる線の集まり が面となる例として、円柱というのがあります。実は円錐がこの一点をつなぎながらこう回転させるんですけど、円柱の場合にはあの母船を垂直に立てて、これをくるくる回転させるんですね。線分を底面の円に垂直に立てたまま円周上を一回り回転させると円柱の側面となるということですね、ということです。でちなみに円柱は英語でコラムって言います。でこれは実は、コラムって聞いたことありますよね。なんか新聞記事で記者が、まあ、ちょっと評論とか、まあ、辞表を書いた時にコラムって言ってますけど、これは実はこれと全く同じ、この英単語と全く同じ別の意味なんですね。こういうふうに単語が違うわけじゃないです。でなぜじゃあ円柱が、コラムなのかというと、縦の段という意味だったんですね。新聞の縦の段のことをコラムと言ってました。で縦段、まあ今は別に横で書いてもいいんですけど、縦段にこういう署名入り辞表が多かったんでコラムというふうに呼ぶようになったみたいです。さて次、この、線の集まりが面となるという発想として、面積という面積を考える発想について見ていきましょう。横3、まあこれ3センチでも3メートルでもいいんですけど、横3、縦10の、あ、いや間違えた、縦3、横10の、面積を考えましょう。で、その時にはこう、こういうふうに仕切りをすると、1×1 の、立方、あと正方形に仕切りをすると、こう、縦3の縦列の3つが10列並んだというふうに考えて、この3列 の、 あの集合体が、まあ、3個の集合体が10個あったということで30というふうに計算もできますけど、もう一つの発想として、実はこの線があったんだと、3の長さの線があったんだと、それがさっきの母線のようにこうずっと細かに移動していって、ここまで行ってこの面積ができるという発想もできるんですね。でこの発想はやがて高校に行くと積分とかいう発想の時に、面積を求める時にこの発想は使いますので、まあ、こういう発想が数学にはあると、線の集合体が面となるという発想があるということを知っておいていただくといいと思います。で本日あの最後のスライドというか、まあこの上田桜学はその一つのことを、これからあの深めていこうという方向にしておりますので、まあ、枚数は少ないんですが、その分濃密にやろうと思っております。円やその部分の名称ということですね。はい、まあ英語もつけてありますけど、円のことを確認しておきましょう。円はさっき言ったように円周サークムフェレンスですね、というところと、その内部も含んで円と呼ぶことがあります。そして円の一部の、円周の一部を切り出したものを弧と言います。アークですね、アーク。でその、一方この中心を結ぶ線のことをダイアメーター、あの直径というふうに言ってます。あで中学生の皆さんはいきなりなんか英語が出てきて驚いたかもしれないけど、これを中学の段階で、別にこの英語を急に覚えなさいって言ってるわけじゃなくて、どうせ高校で英語やるんですね。でその時に、さりげなく、英語以外の科目で英単語に、その科目の英単語に触れておくと実は慣れていきますので、別に覚えろということじゃなくて、なんとなく慣れてしまうとあのいいということと、先ほど最初に言いましたように、特に数学理科系の英語は語源を考えると他の英単語を押さえる上でのポイントとなるということです。まあ、ちなみにまた語源特集は独立にやってもいいぐらいだと思うんですけど、ダイアメーターというのは、ダイアというのはギリシャ語で横切ったという意味合い の、 あの接頭辞です。でメーターというのは測る、つまり中心を横切ってこう測るから直径ということですね。さて一方、この半径のことをラディウスと言ってます。半径ですね。でそして、このこうを、まあ、こう切った時のこの
まあ、つまり円周上の2点を結んだ直線で結んだものを弦と言ってます。コードと言ってますね。弦と言ってます。そしてこの弧に対してこの弧の両端と、まあ、弦の両端と表現してもいいんですけど、弧の両端とこの中心を結ぶ角を中心角、センターアングルと言ってます。そして円周を結ぶ角を、円周角と言ってます。アングルオブサークンフェレンスですね。でさて、あと円に接する線のことがあるんですけど、タンジェントライン、接線、接する線で、その接する線、一点でギリギリ接する線のことを接線と言いまして、その、接する点のことを接点と言ってます。さて、それで、もう一つなんですけど、この扇形という言葉を聞いたことがあると思うんですけど、この円の、まあ、この場合円が中身まであると考えないと扇形で、まあ、考えにくいので、まあ、ピザですね、まあ、フォカッチョでもいいですけど、まあ、この前私パイと言いながらフォカッチョを見せたら、多くの人にあれはパイではなくてフォカッチョじゃないかというふうに、サイゼリアの160円のフォカッチョだということがバレちゃいましたけど、まあまあそれは余談ですけど、この円ですね、円のこの ピザとかフォカッチョとかの、一部を切り出したものが扇形です。中心と、この円周上の2点を結んだところで切って、まあ剥がすやつですね、まあ、ピザみたいなもんですね。でこれを扇形って言ってます。で扇形は面白いことに英語ではセクターなんですね、まあ、つまり部分という、円の部分ということで部分です。そしてこれをさらに、扇形を取ってきた後に、まあ、最初からここをスパッと切っちゃってもいいんですけど、この三角形の部分を切った、これを弓形、セグメントと言ってます。でこの弓形というのは、あの弓ですね、あの弓術部の弓道部の弓を思い浮かべてください。でこの弓の部分、曲線の部分を、この部分をボウと言ってまして、そしてここをコード、こう弦と言ってます。はい、ということで、まあ、そういうふうに言葉が あります。で結構弧とか弦とか、扇形、まあ、扇形は知ってると思うんですが、接線とか、まあ、結構知っている言葉が多かったと思うんですが、改めて正確に確認しておくと面白いかと思います。ちなみに最後、英語の話ですけど、コードという日本語で、まあ、ちょっと微妙に実は英語的には発音が違うんですが、発音される、日本語でコード、カタカナ語で書かれるものには結構3つもあるんですね。コード、CORD の紐で、コード、これが弦、今日の弦ですね。弦とか和音とか、心の琴線というの言葉がありまして、まあなんか、まあ、言葉に響く、ある言葉に響くことをストライクコードと、心の琴線に響くというような意味もあります。あとコード、符号とか信号とかがありまして、微妙に通じが違う3つの言葉があるということですね、ということです。さて、そんな形で今日は本当に A の円の構造の特徴だけをお話をしました。明日は、また円のシリーズを、引き続いて何日間かで深めていこうと思います。ご清聴ありがとうございました。10分後ぐらいに理科をやります。理科はあれですね、理科は 目をやります。目のシリーズです。